使用する道具です。刺繍枠、手芸用の複写紙、図案を保護するセロファン、図案を写すときに使うボールペンやトレーサー、ハサミ類、チャコ、これは水で消えるタイプのチャコペンです。それから針、刺繍針とビーズが通る針と普通使用ぐらいの太さの針、それから定規、そして水溶性のボンドとタヨットの接着剤です。材料です。土台の布、綿 100% のブロードぐらいの厚みの布を使いました。フェルトでも大丈夫です。真珠のフェルト、裏地に使うフェルト、刺繍糸、パステルカラー、ダイソーさんの商品です。このグリーンと薄いピンクと紫とブルーを使います。それからビーズ刺繍に使う糸、これは60番のミシン糸です。素材はポリエステルです。それからバレッタを縫い留めたり縁かがりをするのに使う糸に、こちらの手縫い糸を使います。この2つの糸はこういったビーズ糸でも大丈夫です。それからシードビーズ、このシリーズのメタリック系のシルバーとホワイト系の3色を使います。それからバレッタ金具を準備しました。生地に図案を写します。生地の表を上にして、色の面を下にした手芸用複写紙、表に向けた図案、セロハンを置いてテープで留めて図案を写します。ボールペンやトレーサーなどで図案をなぞります。図案が写せたら刺繍枠に生地を貼ります。刺繍糸と2本取りでマカロンの皮の部分の周りをバックステッチしていきます。刺繍糸と4本取りでサテンステッチしていきます。2箇所チェーンステッチしていきます。マカロンの皮の部分を刺繍糸で刺しました。続いてクリーム部分をビーズで刺していきます。針に糸を通して二重にして玉結びをしています。この糸は60番のミシン糸です。一粒ずつバックステッチで刺していきます。
後まで刺せたら一旦針を落として違うところから少しずれたところからもう一度出して刺したビーズに針をもう一度通します。裏に返して刺し終わりの処理をします。同じように刺します。クリーム部分が刺せました。今度は周りにビーズを刺していきます。カーブの緩やかなところは2粒ずつ、カーブが強いところは1粒ずつ刺していこうと思います。こういう角のところは一旦針を落として方向を変えて針を出します。同じように刺していきます。最後までビーズが刺せたら刺したビーズに一周針を通していきます。で濡らした綿棒などで下絵を消します。刺繍が終わったので刺繍枠から取り外して7ミリほど余白を取ってカットします。余白に切り込みを入れます。陽性のボンドで余白を裏側に折り込みます。あとでビーズで縁をかがりたいのでこちらに出ている生地の分を2ミリぐらい出しておこうと思います。に挟むフェルトと裏地の合皮に刺繍のパーツの形を書き写します。本当はこれを裏地にするつもりだったんですけど忘れてて手持ちの合皮を使ってしまいました。フェルトを印より少し小さく切ります。パーツの裏にフェルトを貼ります。全面塗ると硬くなってしまうので
これぐらい周りにボンドをつけます。同じにバレッタ金具をつけていきます。写した図の真ん中に印をつけます。バレッタ金具の穴の端から端までを測って 7.4 くらいです。左右同じ長さになるように印をつけます。中心の縦半分を基準にして縦の位置を決めます。手縫い糸を針に通して二重にして玉結びします。印から表に針を出してバレッタ金具を縫い留めます。向きに注意します。このように3箇所縫い留めました。糸が細かったので1箇所5回ぐらい縫いました。反対側も印から針を出してちょっと針は端の方で休めておきます。タイオートボンドでバレッタ金具を先に貼り付けます。しっかり押さえつつ縫っていきます。しっかり乾かします。バレッタの金具が接着できたら裏地と表地を合わせて貼り合わせていきます。後で縁かがりをするのでフェルトの部分に接着剤をつけて端までは接着剤がつかないようにします。接着剤がある程度乾いたら表地に合わせて裏地をカットします。マルショービーズで縁をかがっていきます。ポリエステルの手縫い糸を1本通りして玉結びします。ちょっと細い糸なので心配なんですけど、とりあえず1本で縫ってみます。表と裏布の間から針を表側に出します。裏から表地へ一度針を通します。を2粒取ります。ビーズ1粒分横に進んで裏地側から表地側へ針を刺します。2つ目のビーズの下から上に向かって針を通します。ビーズを通した時はこちらから針を通していたので反対方向から針を通すことになります。ビーズの穴が上を向いた状態になります。次はビーズを1粒取ります。ビーズ1粒分開けて裏から表に針を刺します。ビーズの下から上に向かって針を通します。ビーズを1粒取って
裏から表に針を出します。幅はビーズ1つ部分開けます。ビーズの下から上に針を通します。これを繰り返します。最後のビーズです。最後は一番最初のビーズに上から下にまず針を通します。そしたら表地から裏地に針を出します。一番最初のビーズの下の生地です。一番最初のビーズに下から上に針を通します。隣の一番最後のビーズに上から下に針を通します。ここで終わってもいいんですけど、ちょっとガタガタしているのでもう一回表から最後のビーズの下の表生地から裏生地に針を出して、最後のビーズの下から上に針を出します。その隣のビーズの上から下に針を通します。上から下にビーズに針を通したビーズの下の生地の表側から表と裏の生地の間に針を出します。玉留めをします。玉留めしたところの根元の表地と裏地の間に針を刺して、少し離れたところの表と裏の間か表地側に針を出して、裏が合皮なので合皮の方に出すと針の穴が残ってしまうので間か表地に出します。糸を切ります。これで完成です。